ビルヘルム八世は、ヘッセンカッセル砲白。ヘッセンカッセル砲白カールとその妻であった、クールラント公、ヤーコップ・ケトラーの娘マリー・アマーリエの次男で、フリードリヒ一世の弟、カッセルで生まれた。1730年に父カールの死去によって、兄フリードリヒ一世が、ヘッセンカッセル砲白となるが、フリードリヒ一世は妻、ウルリカエ・レオノーラの退位後に、 スウェーデン王となっていたため、ビルヘルムが摂政として、ヘッセンカッセル砲白領の政務を取った。そして、1751年に、フリードリヒ一世が死しなくして死去したのを受けて、ヘッセンカッセル砲白を継いだ。1760年、リンテルンで死去した。ビルヘルム八世は、ザクセンツアイツ公モーリッツ・ビルヘルムの娘ドロデア、ビルヘルミーネと結婚しており、 彼女との間の息子フリードリヒ2世が砲白意を継いだ。ビルヘルム8世、ありがとうございます。